飛び。まあ今日ねサボらないでやっていこう。まあ今日はちょっと遅めなりにね、なんで日も雲もあの陰ってきてるので、まあ今日はねあんまり暑くない中やれると思います。あ、こんばんは。どうも。この時間なら涼しいんで、今日はあまり暑くならないでいけるかな。あ、あだす。ティッシュどうも、こんばんは。この時間なら涼しいというか、あの、やっていきますか。ちなみに今日ね全然飯食ってないっていうなんかもう腹減ってやばいわ。昨日の夜結構食っちゃったから今日はね全然食ってないです。結構ね最初の頃よりは疲れなくなってる。最初の頃よりは全然結構心なしか体が軽くなった。なんかふくらはぎが痛い。ふくらはぎが疲れるし痛い。疲れた。もうやりたくねえな。もうやりたくねえ。こんな子だったって全然痩せねえんだもん。
あ、ティッシュだもん。全然痩せねえんだから。マジで。ふくらはぎがね、痛くなるんですよ。体力っていうか、ふくらはぎがやばい。やべ、ふくらはぎがなんでこんな痛いんだ。ふくらはぎがやばい。昔ね、縄跳びなんかしてもふくらはぎなんか絶対痛くならなかったんだけど、衰えなのかプラス体重が前よりあるから、こう支えてジャンプするときに使うからね、筋肉ね。ふくらはぎ、ふくらはぎがやばい。昔こんなの全然痛くならなかったのに。縄跳びなんかしててもさ、縄跳びなんて体力だけだったよ昔。ふくらはぎとか部分的に痛くなることなかったのよ。なんでだろう。ティッシュどうも。やばいね。あ、ティッシュあります。肉離れ、マジで、マジかよ。本当っすか。あ、ティッシュどうも。でもさ、初日からそうなんだよ。初日からずっとそうだから、初日からずっとそうなんだよ。だから誰か歩ってくるな。痩せるより膝壊れ、確かに。なんかね、すげえ、なんかまず疲れからくん、こうふくらはぎが疲れて、でそれでも続けてるとだんだんこう疲れてくるんですよ。でそうするとなんかだんだんその疲れが痛みに変わってくるんですよ。そう、そこなんだよね。うん、暑い。じゃ誰か歩ってくるな。痩せた、いや、あのね、昨日めっちゃ食っちゃったんですよ。夜に食っちゃったから、だからそれもあると思うんだけど、なんか今日体重計の乗ったらね、まあ、この服がいつもの服よりちょっと重いかっていうのもあると思うけど、63点いくつかだった。あと差し泳ぎと、そう差し泳ぎと、あと坊主がいいんですよ。昨日ね、そばとうなぎ、うな重とか食っちゃったから。